タメガ潤と八塚舞のアラハン、イエーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。お元気ですか皆さん。あ、もうめっちゃ風吹いてる今日。本当に風強いですね今日。もうスタジオの前は風の結構通り道で、うん、もう自分で、ね、飛ばされそうになったもん。もうこのまま飛ぼうかと思ったどっかに、うん、もういっそのこと飛びたいと思ったぐらい。いやでもね本当ね、揚力働くようにね、こうやってね、うん、こうなんか羽かなんかやったらね飛べれたかもしれない。でも本当にそのぐらいの風なんですよね。すごい風ですよね。もう全国的にすごいもう大荒れの天気で、もう北海道とかも冬の嵐みたいになってしまってね、うん、もう本当にあの大変な状況のなんかも日本列島本当今年本当にいろんなね、もうなんか自然のねこういろんな猛威がすごくてですね、本当に皆さんお気をつけいただいて暮らしていただきたいと思います。はい、でも元気よくね、プレマ TV、はい、アラハン、進めてまいりたいと思います。第184回184回、もうすぐ200回記念が、そうですよ、これで100回記念ね、うん、って言ってなんかって、はい、200回記念なんかぜひまた企画をと、はい、いうことでよろしくお願いします。皆さんいつもありがとうございます。はい、早速、アラハンオープニングはですね、やっぱり映画トラバースのね、この間ねちょっと映画トラバースの件も含めてですね、うん、ちょっと沖縄に、お仕事でちょっと行ってきたんですけど、はい、もう特感でね、もう速攻で行ってそこで帰ってきたみたいな感じでしたけども、もう映画トラバース、そこでもねちょっとエージェントの方がお見えで、まあ、海外展開ね、尽力いただけるということでちょっとお仕事にも行ってきたんですけど、映画トラバース海外これからね、30数カ国もう配信に向けてというかね、いろいろ着々といろんな応援の体制とかね、はい、バックアップ体制も、まあ、プロデューサーと一緒に行ってきたんですけどね、お願いね、はい、進めていますので、今日は映画トラバースドイツ語バージョン、まあ、ドイツ語というかドイツで流れている CM の VTR を最初に見ていただきたいと思います。それでは VTR スタート。自分を超える、映画トラバースもうずっとね、去年のね夏過ぎから世界30数カ国に行くことは決定してるんですけど、もうなんか
なかなか海外がもう決まってはいるんですね。なんかこの間沖縄のそのエージェントの方とお話しした時ももう契約はもう終わっていて、もう配信を待つばかりということなんですが、なんかね海外のねその配信の会社がねなんか統合かなんかちょっと大きくなったみたいで、2つの会社か3つの会社が統合されて、それでなんかねちょっとまたこういろんな業務がそれで遅れセッティングが遅れてるみたいな話をこの間沖縄でね聞いてきたんですけど、まあ、それにしたってこうやって言ってたらねもうずっとじれてっていうか、まあ、それ待ちから、まあ、でも、まあ、岡田裕樹監督の本当教えというかね、まあ、師範一歩一歩というかね一歩ずつだよとかっておっしゃられても、まあ、一歩ずつ行くしかないのかなと思いますけどね。まあそれがきちんとこう行ったら次のね段階のまた、その先を紡いでいきたいと、はい、そういうふうに思っていますので、映画トラバス末永く皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、映画トラバスといえば岡田裕樹監督の大和猛というね、マペットとリアルが交錯しながら、大和猛というのは神話ですよね。神話の世界を紡いでいくこの大和猛、ずっとこの番組でも応援をしていってるんですが、現在ずっとお伝えしてますが、人形劇のパートのお稽古の真っ最中です。人形劇のパートのお稽古結構大変ですからね、そこの部分がもうほぼほとんどが本編、ですので、そのお稽古がまあ一通り目処がつき次第、ね、今度は実際にフィルムを回していくというような段階であるというふうに伺っています。着々と、進んでいますので、こちらの方も、引き続きこの番組でも応援をしていきたいと思いますし、皆さんの応援も募っております。さあそれに向けてですね、2月24日の土曜日、シンポジウムが、大和猛シンポジウムというものがね、この四天王寺大学っていうのは大阪羽曳野市にあるんですが、そこの大講堂でなんと参加費が無料です。先着定員500名様でこのシンポジウムを大和猛に対して行います。第1部の基調講演はこの四天王寺大学の学長さんである須原昌司先生が、この大和猛とその背後にあるものというね、これもう本当神話ですからね、日本のね大和猛に対しての基調講演をしてくださって、さあ第2部ではもう我らが岡田裕樹監督登場、そしてポケットモンスターのあの有名な主役のサトシ役の松本梨香さん、これあの大和猛の役のね声優やってくださるんですよね。そしてプロデューサーの田中健二さんがもう揃い踏みで、この熱く映画大和猛について語る対談を第2部で行うそうです。自分もねぜひ伺いたいなと思ってるんですけども、皆さんふるって、こちらの方にね、URL とかね電話番号とかもここに書いてありますので、すいませんちょっとアップにしていただいてもよろしいですかね。はい、こちらの方にご連絡をいただいて、ぜひそのシンポジウムに皆さんご参加のほどよろしくお願いします。岡田監督頑張ってくださいね。シンポジウムもそうですけど、この先まだまだロングランですからね。はい、ということで大和猛情報でした。さあこの2月、この間先週にマイキーのイベントに対して来週告知がありますよっていうふうに皆さんに言ってしまったんですけど、マイキーどうですかね、告知できますか今日。はい、解禁になりましたので。よかった、もう先週嘘ついたかと思ってね、うん、みんなにあれなんかマイキーの解禁って言ってなかったみたいなことでね、こうなし崩しするわけにいかなかったのでドキドキしながら言ってみましたけど、解禁、見事解禁。はい、さあじゃあよろしくお願いします。はい、でははい、駒屋小町からのお知らせで、はい、はい、今回はですね、はい、豊橋向山緑地内の梅林園で、うん、梅とそして私駒屋小町と一緒に写真を撮ろうという回でございまして、うん、で日時は2月の25日日曜日、はい、11時から12時の1時間です。ちょっと待って、はい、この3行目のやつが気になるんですけど3行目のやつです。3行目がですね、3行目気になるんですけど、はい、なんと皆さん無料ですよ。無料です。これ、はい、これもういいのかいってこの頃ね、駒屋小町としてはねもうこの頃大サービスじゃん。前じゃん、そうですね、今回大サービスで、ね、今回だけじゃないね、はい、前回もね、もう本当小町としての活動はね、はい、皆さんもう買いですよ本当に、はい、ね、でも舞ちゃんさ、これ駒屋小町の撮影会なんだけど、うん、今回は駒屋さんじゃないとこでね。そうなんです。でも小町としての撮影会なんだね、これね。小町としての撮影会で、ね、はい、今回は、はい、お着物で
撮影を行います。皆さん向山緑地公園に2月25日日曜日、うん、もう集合ですよ。はい、はい、これ定員は書いてないですけど、今回は定員はなしです。なし、はい、なのでですが、あの、うん、あの向山緑地公園なので、はい、あの他の、うん、あのお客さんもいらっしゃるので、まあちょっと、はい、あのご迷惑にならない程度にこう移動をしたいなと思いますので、うん、はいはい、そういうことですね。皆さん気をつけていただきたいなと思います。はい、まあもちろんね、皆さんマイキーのファンの方々ですから、うん、マナーはもうバッチリだと思いますけど、ね、でもいいイベントっていうかね、いい撮影会にするためにも皆さんのご協力もよろしくお願いします。はい、ぜひお集まりいただいて、小早小町もうマイちゃんのこれは梅と着物、着物で、でも皆さんぜひお集まりいただきたいと思います。はい、はい、それでは2月25日ぜひお越しください。お越しください。はい、はい、ということで今日は武道空手偉人列伝なんですがね、まあ、ちょこの間ね、沖縄行ってきました。週末の、3日間ぐらいかな、行ってきました沖縄にですね。というのは一見は映画トラバースの先ほど申し上げましたけど、エージェントの方がね沖縄にお見えで、その方とちょっとねこれ今後についてのディスカッションということでね、実際にお目にかかって、ディスカッションをするということと、まあ、もう古い友人なんですけどね、琉球舞踊の方々とね、あの、はいはい、空手スーパーライブでもコラボレーションさせていただいたりとか、まあ、した、琉球舞踊のね、いろいろこうイベントをねこう主催している、いろんなことやられてるんですけどね、の、まあ、社長さんお夫妻とはもう本当にもう親子みたいにね、あのよくしていただいているので、まあその社長さんと奥様とも久しぶりの再会をしてきましたし、他にもいろいろね、あのいくつかお仕事をして、もう特感でした本当に。でも沖縄はもうね、どうだろうな、まだコロナ前ぐらいまでは毎年のように空手道北部会の黒帯で合宿に行かせていただいてたので、うん、はい、でもねもうね何年6年ぐらい行ってなかったのかな、コロナも、いや僕もコロナで5年ぐらいあったもんね。もうなんかねちょっと懐かしい感じがしましたけどね、うん、もうでも本当に沖縄はね、まあ第二のふるさとみたいなね、うん、気持ちにこう行くとやっぱりなりますね沖縄ね。で行ってきたんですけど、もうなんとねこっち出るときね、4度か5度が向こうに着いた時に26度、あ全然気温が違いますね。もう何これみたいな、半袖半ズボンの方がねうろうろしてるんですもん。だからもう体調おかしくなっちゃうんじゃないかと思ってね、と、はい、いうことでね、まあ、沖縄に行ってきたということで、今日のその武道空手偉人列伝は、はい、沖縄の武術、琉球古武術の達人の方なので、この沖縄からねなんか、はい、なんかこれもともと今日はその方をと思ってたんですけどね、急遽沖縄行きが急遽決まって、あそうなんですね、なんかもうご縁だなとかって思ったんですけどね、まあ沖縄といえばねちょっとねあの面白いことありまして、はい、沖縄といえばね沖縄そばとか早期そば、早期そばありますね、早期そばとか、うん、どうしても食べたいじゃないですか、はい、で早期そばをレストランに入って頼みました、うん、早期が入っていない早期そばが来ました。え普通のそばってことですか。おかしいですね、早期そばなのに早期なしの早期そばというのをで、はい、っていうふうに思ったんですけど、うん、またそこの、店長さんというか支配人さんと、料理人さんがまたこれドリフターズのいかりや長介さんと高木ブーさんみたいなコンビだったんですよ。もうそれで笑えて、もうなんかこれギャグだろうっていうことで、うん、早期そばなしの早期そばを、あ早期なしの早期そばを、食べて帰ってきたというこの、はい、エピソードがありました。でもせっかくなら早期そばを食べたかったですよ ね、 ねなんかどう思われます皆さん、どういうつもりだったのかな、どっかでドッキリカメラかなっていうかね、しかも店長さんがいかりや長介さんですよ、で料理長さんが高木ブーさんですからね、もうなんかこれもうギャグしかねえだろっていう、もうそんな、沖縄のあれでしたけども、さあ今日は、こういう方をご紹介させていただきます、はい、琉球王国の王家の武術、もうまだ皆さんねもうご存知の方は来たこの先生っていう、うんうんうん、もう知る人ぞ知る方なんですが、知らない方にとってはなんだこれみたいなね
もうさっきもうなんか舞ちゃんなんかパニクってましたからな、なんて読むのかもわからないね。ね、元文五点ってですかみたいなね。ね、これは向こうの読みでは元文ウドゥンディと読みます。ウドゥンディ、ね、ウドゥンディです。はい、機代の達人上原誠吉先生という方をご紹介させていただきます。上原誠吉先生のまずはこの写真、お写真ですね。はい。こういう方です。うん、これ晩年のね、お写真ですけどね、もう機代の達人、もうこれが今日ご紹介していったら皆さんなるほどなるほどと思ってくださると思いますけれども、この上原、誠吉先生ですね。このこれがあのもう一枚のお写真ですよね。はい。こちらは何のお写真ですか？ねえ、なんだこれ手縛ってるぞっていうね。はい。今日これさすがだねマイキー、ここね手縛ってる写真とあんまり今までの偉人列伝でさ、相手を手縛って笑ってるっていう写真の達人の先生も珍しいですよね。珍しいですね。今までこううんとか裸でさ腕組んでるとか。そうですね、なんか。なんか、なんでしょう、こう晩年の姿だったら見たことあるんですけど、うん、初めて見たので、うん、何なんだろうって笑いながら手縛ってるマイキーさすがや、もうそこ何ですかっていうね、これからもう説明していきますけれども、はい、まずねこの琉球古武術のね元部ウドゥンディってこの、うん、これ五点の手って書くんですよ、うん、五点ね、琉球王国の王家の武術なんですけれども、やっぱだから御殿の中でね、王様は御殿に住んでるじゃないですか、御殿の中の、うんまあ、ボディーガードとか、うんうん、そういう方々がやっぱりこう使う手っていうのは武術という意味ですから、沖縄では、うん、そういう意味なんですね。さあこの、元部ウドゥンディっていうのは、うん、この上原誠吉先生どなたに習ったかというと、あのほら元祖喧嘩空手と言われた小山正達先生ではない方のほらボクサーをこうっていう元部長喜先生というもうこの方も希代の琉球ではもう有名な空手の達人、その方のお兄さん、お写真が一応残ってるんですね、お兄さん元部長裕先生という方にこの琉球の秘伝の古武術を授けられるんですね、この上原誠吉先生。さあ上原先生1904年、まあね分かんないよね1904年ってね、明治37年、そう言っても分かんない沖縄県那覇市で生まれておられます。そして大正5年1916年にこの元部長裕先生の道場に入門します、うん、そして琉球の王家の武術と言われているこの元部ウドゥンディ、なんか下紙ですね、元部ウドゥンディという、武術を学びます。その後師とともに、この師とともに上原先生、その時の上原先生見ますちょっとね、このほら、こちらの、うんうん、すごくこう優しそうな、優しそうに人を捕獲するという上原先生の若い頃はめちゃくちゃかっこいいですよ、これ見てください、これめちゃくちゃかっこいいですよね、かっこいいですね、もう今でもイケメンでじゃないマイキー、これイケメンです、これ元部、あこの上原誠吉先生、はい、そしてこちらが元部長裕先生、うん、この師弟が激烈な稽古をするわけです。この腕見てください、これもまたムキムキですね、もうこの時代にこの体、うん、もうねもうこの師弟が ものすごい稽古を積んであちらこちらでもう、うん、もうすごい武術の演武をして回るわけですね、うん、はい、そして元部ドゥンディどんどん有名になっていきます。さあ1926年、大正15年、なんとこの、上原先生お兄さんがフィリピンの南部のダバオというところに住んでいたんですね。でダバオというところに今移住をされます、まあ、どういう理由なのかちょっと分かんないですけど、お兄さんを頼っていったっていうふうに言われてるんですけどね、うん、そこでね道場を開設します、はい、フィリピンでこの元部ウドゥンディの、はい、そして向こうの現地の方々にもたくさん武術を教えたんですが、太平洋戦争が始まる、第二次大戦が始まっちゃいます、ね、そして徴兵されて、参戦します上原先生、はい、その時にすごい大きな傷を負われたんですね、うんうん、足にも寝てにもやっぱり戦争ですからね、戦争よくないですよね、うん、はい、そこで負った傷は上原先生を晩年まで苦しめたですけど、上原先生が一番苦しんでたのは足とか手の傷じゃなくてですね、
心の傷治らないですよね。せっかくいろんな、まあきっとね、人をこう殺めなきゃいけない状況もあられたでしょうし、そこでこうやっぱり武術が役に立っちゃったわけですよ。やっぱり、うん、あの頃の武術って本当にボディーガードで王様を守るための、まあ、いや殺傷能力が高い武術ですよね。ですからその武術を、死から授けられた武術をそういうことに使ってしまったというね、ことへの嫌悪感が晩年まで上原先生を傷つけたというふうにね、はい、そういうふうにあのご本人も告白されている、ね、お国のためには役立っているんですけどね、うん、そうね、うん、けど、うん、実際殺めてしまったっていうのは結構、うんうん、心が傷ついちゃうかもしれないですね。もしやっちゃったらね、その光景とかこう離れないですよね。もうずっと頭の中によぎってしまうかもしれないですね、うん、だからしばらく復員してからは武術を捨てます、うんうん、やっぱりもうやれないよって言って、うん、まあ、武術を捨てて暮らしていたんですね、しかしこう、まあまあ、負けたわけですから、うん、沖縄も含めて占領下に入るわけですよ、はい、ね、占領下に、うん、そしてまあいろんな、まあ、横暴な人たちがやっぱり沖縄の人たちを苦しめるわけですよ、うん、そこにまあ、武術を使ってやむを得なくその人たちを退治していたのをきっかけに再び武術の道に戻り、武術の指導も再開する。だから今度はマイキー言ってみたいに世のためにね、こう、まあ、正義の心を持って、まあ、武術をっていうところに行かれたんでしょうね。はい、そして、まあ、1970年、まあ、近年ですね、昭和45年にはこのモトブ・ウドゥンディという、ね、この名前をもう一度名乗ってモトブ・ウドゥンディ協会というのを設立されます。その、ね、バンバンの方にお姿なんですけどね、はい、あのね、今日はねちょっとね趣向を変えてね、はい、この上原先生の自分もね、こう随分あのフィルムとかを見せていただいたり、技のこう映像を見せていただいたりしながら、うん、まあ、自分空手家ですからね、はい、あのちょっとね上原先生のこう能力というとあれですけど、こう技のね、こう皆さんにちょっとね、まあ、自分の試験ですよ、試験ですけど、ここからはあのこういう感じなんだろうなっていうことを、ね、皆さんにも、ね、ちょっとねご解説させていただきたいなと思うんですけどね。琉球の古武術ってこれね、これマイキーのこれ素手の技術もすごいんですけど、こういう縄使うとかね、あとね、身辺、これは空手でも今未だにその影響があるんですけど、航空界でも武器を使うんですけどね、それ武器っていうのがね、もうこの沖縄のね身近にあるものだったんです。例えばただの何の変哲もない棒とか、うんうん、うん、ヌンチャクとかあるでしょ。あります、ね、あれもすりこぎですからね本来。あ、すりこぎをこうやって一本ずつどっか行っちゃうと困るんで、こう紐でつないだりとか、馬の紐とか鎖でつないだりとかして武器化したんですけど、本来はかけといてすりこぎと、まあ、分からないようにして武器にするとか、あとほうきとかね、竹ぼうきとか尖ってるじゃないですか。あ、はいはい、だから目ポンポンってやると、あ、痛い、うん、なります、そうそうそう、ね、だからほうきとかね、あと船の貝、あ、うん、はいはい、は武器だと思われないから、うん、だからそういうこう身近にあるものをね武器に使う、亀の甲羅までこう縦に使いますからね、はいはいはい、うん、だからそういう身近にあるね武器をね古武術は使うんですけれども、もうそれらのもう達人だったんですね、もう様々なものを扱われるということだったんです。だけど上原先生が希代の達人と言われている理由は、どうもこうやってねフィルムを見ているとね、うん、そういう使えるとかっていうことじゃなくね、体の使い方が抜群にすごいんです。もうとてつもない、なんていうかな、反応力ってわかりますか、反射神経とはちょっと違うんですけど、反応力と、もう一つはやっぱりね、よくないことですけど、戦争に行かれて、こう胆力って言ってこう、もうなんて腹が座ってるっていうんですかね、あ、それらをから来るね、大きく分けて2つのことで達人なんだと、ちょっとね自分はそう分析しているんですけどね、ここからも本当に自分の個人的な分析なんですけど、まず一つ目、相手とこう戦うというのは上原先生ね、こう特徴として、ね、構えもせずに、ね、スタ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 っとね相手の方に歩いていってね、相手を攻撃してもさあ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 ってやっつけちゃうんですよ。
なんかこう戦う姿勢があまりわからない感じですか、うん、だから皆さんお弟子さんたちがやらせてやってるんじゃないかっていうねそういう意見も出たんですけど、うんうん、どうもねこうぐっと見ていくとねそうじゃなくてねこう相手にね警戒的反応っていうのがあるんですけどね警戒的警戒するこう反応力っていうのがあるんですけどそれをね全然作動させないような間やタイミングを常にねこうコントロールしてる感じなんです、うん、どういうことかというと、例えばこういう風にしてみたいんですけどだからまあ抜群の反応力っていうのは舞ちゃんが何かしようかなと思った時にはもう何かしようとしてもう取られちゃいますね。そういう風になってるのをできるから、うん、どん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 行っちゃうわけですよ、うん、それと同時にどんどん前にこう行くって言われるとみんな警戒する前に間合いに入られちゃうとか、うんうん、そういう能力がものすごくこう長けていること、はい、まあもう、絶対にねこう当たらないという自信があるんですね。だからその当たらないでポジションはいけるんで、もう今で反応してスッ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 とそこに行ってボンとやっちゃうみたいな。でも相手はこう止まってるみたいな、かかろうとしたらね、うん、なんか無力化されちゃうとか、ね、そういうフィルムがあるんですけど、今ほらふざってやろうと思った時にスッともうね、それができちゃうならもうさっ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 と行けばいいっていうね、さっさかさっさか歩いてってみんなやっつけちゃうみたいな感じのこうた、まあ、戦いというかね、演武のフィルムを見るとね、どういう訓練を、まあだから抜群のね、やっぱりね反応でしょうね。なんか相手がこうなんかしたらスッと反応が先にできるとかね、うん、まあ気で反応するとかよく言いますけど、うん、もう気配の気とかも言いますよね、うん、はい。二つ目はね、うん、かったいと言うんですけど、かったるいじゃないですよ体をね左右両方がだいたい一つで使っちゃうじゃないですか、はいはい、右側と左側とべっこべっこに使ってるんですね、うん、ですから右側の方は全然左側関係なく右側だけで威力も生むし、うん、全部やる。左側は左側だけで半分ずつでねバラバラに使ってるんです、普通1個のことをこうやってやっちゃうじゃないですか、はい、やっちゃいます。右側右側左側左側、それがね垣間見れるのは、相手がバーッと2人ぐらいか3人ぐらいかかってきたら、うん、こっち側で1人こういうふうにやりながらこっち側全然違うことやってるんです。だから1人こっち側で押さえちゃってこっち側をやるとかね、こっち側で押さえながらとか両方こうやりながらね、うん、1人の人なのにね半分ずつがね、あの2人みたいな感じ、なんか右脳と左脳がなんかうまく使われてるんですかね。それはね、まあ、あのまた違う能力かもしれないですけど、うん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 、まあ、これを硬いというんですね。昔はいろんな硬いがあるんですけどね、体を割って使うというか半分とかね、うんうん、に使っ て, っていう、そういうことがね、うん、もう極端に発達しているように、うん、あのお見受けするんですね。はい、上原先生で、まあ、もうもっと言うとかもうめちゃくちゃたくさんね達人なんでありますけどね、大きく分けるともう抜群の反応力とポジショニング能力、うん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 、まあ、ちょっと武術やられてる方はきっとね、ああなるほどって思ってくださると思うんですよ。であとはもう本当に右と左がねバラバラにね、なんか違う人がもう2人いるみたいな、ね、1人の中にそういう使い方できると思うんですね。はい、まあ、晩年は琉球古武術会に多大な貢献をされて、もう数々の表彰、功労表彰を受賞されておられます。で一方でこのお顔ですから、達人であられる一方でものすごく温厚な穏やかな人格者であられたために、武道武術家の方々の間でも本当に慕われて晩年は尊敬をされておられた晩年だったということですね。はい、2004年4月3日、はい、老衰のご病気にならなかったんですね。100歳で、100歳ですごい、偉人列伝で初めてですよ、100歳超え。そうですね、100歳でご逝去されておられます、うん、はい、という上原先生の生涯を駆け足だったんですけど、はい、はい、上原先生、最後に残された言葉をまたご紹介させていただきますが、はい、こういうことやっぱ同じことをマイキーなんか言わない、皆さん武の技は相手を傷つけているようでは、傷つけるようではまだまだ未熟であるよ、よく言われますよね皆さんね。言われますね、ね、なんか、うん、上原先生は何だろう、うん、こういろんな物事を経験されてるからこその言葉なんだろうなと思って、さすが、もうよりその言葉が
なんか深く、うん、なんか身に染みますね。さすがマイキー。今世の中戦争も多いじゃないですか、世界中でね。こうでも武の技は相手を傷つけるようでは、うん、まだまだ未熟であるというか深い言葉ですよね。なんか武っていうとついね傷つける技だと思っちゃいますけど、ね、そういうことではないんだよという戒めを最後にこう残されておられます。はい、お、はい、白善さん、毎回ありがとうございます。大丈夫ですか、もう回復の方のね、うん、あれ白善聡さんってあの映画トラバースのアクション監督をやってくださったね、はい、まあ、アクション俳優でもあられるんですけど、今ねちょっと腰のね、ところから、まあ、治療中、ちょっとお怪我からちょっといろんなことあって治療中なんですが、もう毎回見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。上原誠一先生、イケメンですし武術家としてもすごい方ですね、うん、この方をモデルに映画化したら面白いでしょうね。誰がやるんだろう、そこは。はい、誰でしょう、ね、オール沖縄ロケで撮影しましょう。ロケ弁は早期そばで、早期なしの早期そばですかね。はい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 、ね、はい、本当になんか、うん、そういうなんかね武術家の映画化っていうのもね、うん、面白いでしょうね。はい、白地さん、あの一刻も早く直していただいてですね、まだほら兄弟、まあ、これからあのエアトラバスもいろいろ話進んでますし、もうその先を紡ぎましょうね、一緒にね。はい、一刻も早く、あ、本当にあのご回復されることをお祈り申し上げております。はい、ありがとうございます。皆さん、あの、もうあっという間に時間経っちゃいました。もうちょっとオーバーしてしまいましたが、はい、アラハン今日はこれで終わりにさせていただきたいと思いますが、はい、次回予告だけさせてください。次回予告はザ・テーマ、はい、はい、これ出していただいて、ここに今から言うお題をいただきたいと思います。今回のお題は生きててよかったなって、うん、素敵な題材でしょ、はい、と思ったことです。はい、皆さんから、ぜひメッセージお待ちしておりますので、ぜひこちらの方にどしどしとメッセージお願いします。ちょっとちょかしてしまいましたが、アラハン、本日はこれで終わりにしたいと思います。田村淳と藤塚舞のアラハン、また来週。